どうもみなさん、セクシープリポコです。はい、ということでね、フェスが近いんでね、ちょっと久々なんで、ちょっとね、なまってたんで、ちょっとね、リハビリじゃねえや。ちょっと感覚をね、戻すためにね、はい、これですよ、これ、皆さん。ラストフェス、どっちの世界を望む混沌 vs 秩序ということで、今回も私は、混沌の方でね、やっていきましょう。もう僕の動画自体すべて混沌してるんでね、まあ、もうすでにね、なんて言うんだろう。もう話すテンポがカミカミ混沌としてやがる絶対話して、まあとにかく、俺みたいに混沌してる人間こそやっぱり、ね、混沌派に入れるべきじゃないんでしょうか。はい。結局ね、やっぱ最後まで僕はね、姫ちゃんをね、押し貫きたいんでね、頑張っていきます。それではね、ちょっとね、久々にダイナモでね、練習してちょっとね、フェスに備えたいと思います。じゃあ練習、行ってみよう！レッツゴー！誰がカミカミやで。喋り方が混沌しとる。嘘、一人減った。さあ、行ってみましょう。一人落ちました。三人、タチウオパーキング。もう一人落ちとかマジ混沌としてやがるぜ。混沌トーン、コンコントントーン。さあ行ってみましょう、開幕ナイス。まあコンコントントン、あー若葉落ちは結構きついな。この編成で若葉は結構大事だぞ。まあまあコンコントントンとしてるんでね、コンコントントンでやっていきましょう。さあちょインク管理、インク管理。ちょっとフェスティー起きてるんで、いつもよりちょっとあれですね、インクが減りが早いんで気をつけていかないと危ないですよね。敵全然置いてこ、あそこか、了解了解了解。あ、やばい、外した、やばい、下手くなってる。今の当てれるでしょ、今のは当てれた。やばい、下手くなってる、やばい。コンコントントンしてる、コンコントントン。よし、コンコントントンでいくよ。ちょっと地味に気に入ったよ、コンコントントン。コンコントントンじゃねえ、コンコントントン。はい、コンコントントン。さてと、ちょっと一回じっくり、じっくり行きましょう。じっくりね。じっくりグツグツ煮ていきましょう。さてと、どこにいるかな。適当に投げていく。で、そこのローラーが、大丈夫か、大丈夫ね。オッケー。降りるかな、どうしよう。でも3人である以上攻めないとやっぱりダメなんだよね。どうしようかな。タイミングを見て、行きたいところ。こっから来てるね。あ、やばい、外した、これ外す、マジか、外すと思わんかったぜ。あ、やばい、上登っていける、ないでね。はい、いけいけ、よし、オッケー。いや、守備じゃ勝てないんだよな、3人である以上。そう、前線頑張れ。痛い、やめてください、僕悪くない、やめてください。そこ登ってきそうで登ってこない、オッケー。ちょっと棒が邪魔、棒が邪魔、棒が邪魔、棒が邪魔はやばい。大丈夫、そこで今日投げとく。あー、9番来てるよ、怖いよ。来てそう、なんか横から登ってきそうだな、怖いな。オッケー、さあやれない、絶対横から来るんだろ。真ん中なんとか通りたい、そうすれば正気は見える。うら、当たんねー。おー、危ねえ、危ねえんだよマジで、バチコーイ。あ、びっくりした。くそ、横見てなかったな、完璧、完璧見てなかったわ。やっぱ3人は厳しいか。てか俺のダイナモが下手くなってる、かなり。さあゆっくり行きましょう、ゆっくり行きましょう。はい、そこ、はい。さてと、これはちょっと厳しいな、やっぱりちょっとね、3人じゃ厳しい、塗りが結構不在。ちょっとこれ下がる、一旦下がりつつの、あ、やばい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 よやばい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 よ。いいシーンが一個もない、本当に混沌としてます。もうね、武器変えるか。若葉いらおらんかったのガチきついな。
若葉おったら全然違った。じゃあ次自分が塗り拭きでいっかな。じゃあ次ちょっとお得意の、お得意つうか最近練習中のホールドマーカーでいってみましょう。レッツゴー。さあ行ってみましょう。2戦目は昆布トラックだ。さあこれで4人揃ったんで次は勝てるでしょう。よし、まあまあだな。あーでも相手にお風呂いるからきついな。まあいいや、やっていこう。さあてと決めていくか。もうホールドなんでガンガン前線に行きますよ。もうめちゃくちゃ荒らしまくるよ。早速お風呂来たね。お風呂やる？お風呂やる？あ、これ無理だね。これ無理だね。やばいな。やばいな。やばい、とりあえず塗ろう塗ろう。これは縄張りだ。塗れば勝てるんだ。キルじゃないんだよ。塗りなんだよ、このゲームは。フェスっていうのはな、塗りなんだよ。やべ、超されてんだけど。まずいまずい。自分若葉でよかったかもしれない。ちょっときついな。ちょっと射程ないからあんまりあそこで相手したくないな。お、やばい。おおおおおやばい。やれるか。やれた、とりあえずやれた。そこいるから注意。うーん、どこ行った。逃したな。ローラー怖いな。ローラー一発だからな。多分そこ上から降ってくると思うんで、しっかり声出していこう。声出していこう。ファイト。あー、これやばい、これやばい、何かがやばい。あー、うらー、あ、これまず、エイムが死んでる。やばい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 、やばばばい、やばばばい、べべべべい。もうやばいやばいやばいしか言えねえ。サイズ塗り返そう。敵陣地忍び込めるか。いけるなら行きたいが、お、いけそうじゃねえ。いけそうじゃねえ。オッケー。さあ一回とりあえず若葉が帰ってくる前に荒らしまくって、よし、オッケー。あそこ、あ、ビーコンあるのか今回。ちょっとビーコン、あ、でも大丈夫、こっちも展開してるから問題なく、スイング。さあさあさあ、オッケー、塗り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 はオッケーだよ。さあ、こっからどうキルするかが大事。ここで、はい、はい、あいや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 、味方ナイスー、ナイス送っとく、ナイス。全然雷神決めれてない件について語ろう。もう、全く雷神、あ危ない。多分ね、上から来るんだよね。はい、上からこんにちはんこー、えい、あれ、やべやべ、エイムが、エイムが、エイムがやばい。ちょっとこっち塗りに行かんとやばいかもね。塗り完璧すぎるだろ。1500いってたんだけど。オッケーオッケー。もうなんだこれは、実況できてねえや。そこお風呂いるよ、そこ確実にやる。オッケー。今のは冷静、冷静侍極めていくよ。おふふふ、相手がちょっと一枚上手でしたね。ここは冷静に、まあまあまあ、やばい、ちょっと塗りが思ったより甘い。はい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 。さあ叫んでばかりでいましたが、実際、おーおー、いいやん、いいねいいね。まあホールドマーカーちょっともうちょい練習しないと危ないですね、本番。まあホールドマーカー最悪塗りに回ればいいんで、塗り完璧っしょ。キルもまあまあですね。はい、こんな感じでね、今度のラストフェスに向けてスプラトゥーンのね、頑張っていこうと思います。それではね、また次回の動画でお会いしましょう。最後にちょっと CM あるんでね、おまけ、おまけあるんでぜひ見てください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。
コメント待ってます。